ここがファッションショーをやるイベントスペースか。準備はもう終わってるのかな。そのようですね。あとは私たちが衣装を着てここを歩くだけ。なんだか緊張してきたズラ。マルたち本当にモデルとしてここに立つんだね。着る衣装も決まったのに、まだ夢みたい。そうやね、うちもドキドキする。ライブもファッションショーも人前に出るのは緊張するね。大丈夫だよ、あたしらならきっとうまくできる。ええ、自分を信じましょう。伊達に何度もライブをこなしてきたわけではありませんわ。そうだよね、今回のライブも、ライブじゃなかった、見に来てくれた人みんなに楽しんでもらえるようなパフォーマンスをしよう。頑張るぜ。みんなが楽しめるパフォーマンス。そういえばファッションモデルってステージで何をすればいいの？不覚でしたわ。ステージイコールライブのイメージが強すぎて、モデルとしての立ち振る舞いについて全く考えが及んでいませんでしたわ。さすがに歌って踊るわけには。いや、そういうファッションショーもありっちゃありかも。ありよりのなし？結局なしじゃないですか。そういえば虹学のカリンさんってモデルさんなんだよね。何かコツとか教えてもらえないかな。おお、その手があったわ。ちょっとメッセで聞いてみる。ファッションショーのモデルってどうやんの？送信。はよ、もう返信来た。なになに？ありのままの自分をさらけ出せば自然といいパフォーマンスになるわ。だってさ、こっちの事情も聞かずにさらっと答えてくれるかりんちゃん、かっこいいね。ありのままの自分、つまり自由にやっていいってことだね。両手をパー、足をピー、こんなポーズとかどうかな。キレは申し分ないですね。立ち姿も大事ですが、歩き方も重要ですわ。少し調べてみましたが、胸を張って目線はまっすぐというのが基本のようです。猫みたいに足をクロスさせながら歩くっていうのも聞くね。胸を張って前を見て猫のように歩く。歩きにくいずら。普段こんな歩き方はしませんものね。ショーの時間まで練習しましょう。ねえ、歩いてポーズ取る以外にも何かできないかな。ライブみたいにはできなくても何か違うことやってみたいよ。あ、それならお芝居をやるのはどうでしょう。お芝居？はい、パーティーやそれこそファッションショーをテーマにした寸劇を披露するのも面白いのではないでしょうか。なるほど、衣装を褒めるセリフを言えばお店の宣伝もできるもんね。いいアイディアかも。選ばれし我ら6人のプリンセス、心を込めて祝いましょう。新天地での門出、キラを司るこの店の末永き栄華を。劇の練習始まってるずら。あっちもこっちも可愛いドレスでいっぱい、全部着てみたい。どうしよう。だったら全部着ちゃえばいいよ。着替えがいっぱい、け着替えな。我慢は体によくない、よくない。あっ。
お待ちなさい。まだ劇をやると決めたわけではありませんわよ。ショーのメインはあくまで衣装、劇に比重を置いては意味がありませんわ。まあ、ダイヤお姉様ったら怖いお顔。これから祝宴なのですよ。綺麗なドレスに負けないくらいの素敵な笑顔を見せてくださいな。誰がお姉様ですか。話をお聞きなさい。